りさんです。どうもめいなです。どうもさわりです。イエーイというわけで、はい、ラストですよ。はい、はい、絶対に笑ってはいけないヘラヘラ三銃士のモーニングランチ。私アリシャンです。最後、はい、どうですか皆さん。まあでもアリシャンもリアルなモーニングルーティーン、社長のルーティーンですからね。そうだよ、朝やばいんじゃないの。忙しいと思う。ご飯食べる暇もないんじゃないの。そういうイメージ。そういうイメージ。なるほどね。結構バタバタしてる感じ。とりあえず見てくださいってこと期待して。はい、はいはい、じゃあよろしくお願いします。いいですか、はい、口に牛乳含んでください。はい。私の名前はアリナ、人呼んでアリシャ。今日は特別に私のイケてる一日の始まりをこのムービーに乗せて世界中のみんなとシェアハピしようと思う。はあ、なんだか今日は素敵な一日になりそうだわ。マンハッタンセレブのスキャンダラスな生活を覗きたいの？仕方がないわね。でも一つだけ約束、男子は禁制よ。昨日どんなプレイボーイと寝たかって。そんなことはほっといて。私の一日の始まりは本、つまり読書ってこと。この本本当に面白くて、大事なデート中に思い出して大笑いしちゃうくらいイケてる本なの。みんなもぜひ読んでみてね。そして大好きな本で大笑いした後は日記をつけるの。昨日会ったクレイジーな彼との話とか、パーティーに誘われたジョークの話、全部この日記にぶち込むの。飲みすぎて記憶がないときはどうするかって。その話はよしてよマイケル。あ、そうそう、いいニュースと悪いニュースがあるわ。どっちを先に聞きたい？パソコンを開いてみんなからの E メールをチェックするの。最近のブレッファーストはナッツ、そしてステラおばさんが焼いたクッキーにパン。ピーナッツバターの塗りすぎは注意よってママに叱られちゃった。ここからはプライベートな空間って、カメラはよしてって言ったでしょ。3つ数える間に出てってね。この中に私のイケてるクレイジーなスキンケアがたくさん入ってるの。一番のお気に入りはこの子猫ちゃん。ちょっと匂いを嗅いだだけで頭がぶっ飛びそうなほど生かした香りなの。大好きな彼と最高にロマンティックな一日を送りたい日はこれを塗るんだ。やだ、もうこんな時間、パーティーに行かなくっちゃ。